アレフガルドに現れた邪悪なドラゴンの化身竜王は魔物の軍勢を引きこの地に侵攻する。伝説のロトの血を引く勇者は竜王の罠にはめられ帰らぬ人となってしまう。魔物が支配し闇に包まれたアレフガルドからは人の姿がまばらになり荒廃していった。しかしそれから数百年後、精霊ルビスの導きによって現れた救世主アラワル、その名もビルダー。創造する力によって滅びた町を復興させる。人々の絆をつなぎアレフガルドを復活させていく。ドラゴンクエストビルダーズ、アレフガルドを復活せよ。どうも皆さん、お待たせいたしました。太一でございます。さて、太一の楽しい木造建築やっていきたいと思います。前回はこのおっさんをね、町に入れて終わったのかな。それじゃあお話ししましょう。おお、素晴らしいぞ。ここはなんと生命力に溢れた場所なのだ。この地こそメルキド録に書かれた伝説の都市メルキド復活させる最良の地だ。ぬ、そのメルキド録というのはどんな本かだ。ふぅ、失礼、ちょっとゲップ出ました。メルキド録は我が輩が代々受け継ぐありがたい書物でな。ここには何百年も昔に失われた物の作り方や人間の歴史が書かれておる。メルキド録を読み解けばメルキドの町を復活させる糸口もつかめるはずだ。これも何かの巡り合わせであろう。太一、我が輩と共に巨大な町を作ろうぞ。確かに巨大な町を作ろう。でどうする。改めて聞くが、ここの建物は本当にお主が作ったのだな。ということは、お主には人間が失ったものを作る力があることになる。お主はまさかメルキド録に書かれた創造の力を持つ伝説の存在ビルダーなのか。いやいや、こんなとぼけた顔のものをそう簡単に信じるわけにはいかん。そうだ太一よ、遠く離れた場所から我が輩を連れてここに戻るのは大変であったろう。メルキド録によれば、岩山に住む魔物キメラが持つ羽が数枚あれば移動がとてつもなく便利な特別な道具が作れるという。そなたが誠のビルダーならキメラの羽で道具を作り我が輩に見せてくれ。あなたの力なら素材を手に入れることで新しい道具の作り方を開くかもしれません。キメラはということで、キメラをぶっ殺して羽を取ればいいということですね。了解。簡単ですよそんなの。とりあえずちょっともう夜遅いんで寝ましょう。おやすみなさい。おはようございます。よっしゃ、キメラの羽で道具を作れ。なるほどね。お、作ってる作ってるよ。何作ってんの。うん、あー、優しいね。うん、そういうことだよね。ここなんか中途半端だから、なんか置いとこっか。これ OK。ちょっとね、ここ二重にしとこうかな。あー、これは壊せねえんだな。オッケー、よし。ここもバリケードに、バリケード2が二重にしときましょう。上やるときはちょっと楽なんだけど、まあよし、これでいいでしょう。それでこっちか、キメラの羽をゲットして、あれなんだよね、取ってくれいうわけだ。羽、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 一体羽で何を作れと。キノコゲッチ。キメラ、こいつらか。よう、キメラさん。あんたの素材をもらおうか。初めてキメラの羽を手に入れたぞ。
キメラの翼、特殊アイテム、空を飛ぶキメラの羽を束ねたもの、拠点までワープする。ほうほうほう。レシピ、キメラの羽。これは3、ん?必要数が5枚。相当大変だぞ、これは。という、キメラを、借りまくってキメラの羽を作りましょう。OK。うわ、クソ強え。こいつ、やりやがったな。なんだあれは。うわ、魔法使ってきやがった、こいつ。俺にも魔法使わせてくれ。魔法使えないのかな、俺。このゲームって魔法使えんのかな、これ。まあでも俺は勇者じゃないからね。ビルダーだから、そう。俺ビルダーなんですよね。うわくしゃい。よっしゃ、集まってきたんじゃないか、これで。よし。だいぶ集まったね。10枚取っとく?羽10枚も、いっとこうか。やばい。危ねえ。ふぅ。やってくれるね。オッケー。やばい。おぉ、危ねえ。よし。さあ、町に戻りましょう。よし、町に戻ってきましたよ。で、ここでキメラの羽を作ると。あんた作業台に、作業台に何しとんねん、あんた。おお、これはまさしく、メルキドロクに記されたキメラの翼。太一、おのしは誠に想像の力を持つ伝説のビルダーなのだな。光が失われ、世界が闇に閉ざされてから、人々は何年も何年も待ち続けていたのだ。いつの日や大地の精霊ルビスによって、世界を再現するビルダーが使わされるだろうと。キメラの羽という新しい素材を手に入れたことで、新しい道具の作り方をひらめきました。町人との会話や、新しい素材を手に入れることで、新しいものの作り方をひらめくことがあるはずです。あたりをよーく観察して、見たことのない素材は、とにかく一度手に入れてみると良いでしょう。大気を我が輩がお主と共に成し遂げたいことは二つある。一つは強固な、城塞に守られたかつての大都市メルキドの華麗なる復活。そしてもう一つはメルキドの町がなぜ滅びたかその原因を探ることだ。かつてのメルキドは固い城塞に囲まれていただけではなく、巨大なゴーレムが町の守り神として存在していたはず。そんな鉄壁の守りを誇った町が一体なぜあたかともなく滅びたか。我が輩はメルキドの民の末裔としてその真実をどうしても知りたいのだ。我らの進む道はメルキド6とお主の力が導いてくれるであろう。太一、改めてよろしくな。はっはっはっは。ということで、クエストコンプリーツ。太い枝をゲッチュ。なんかあそこに羽落っこってるけど、拾えないっていうね。ああ、そういうことか。アイテムがいっぱいだ、俺。やっちっち、やっちっち。こういうの入れはないんで、置いときましょう。松明。まあ、いいでしょう。よし。そんで、ちょっとセーブしましょう。あんたらすごいところに登ってるよな。で、次はどうすればいいんだ?ねえ、大衆、私なんだか最近すごくお腹が空いちゃうの。物を作って何かを考えたりするととってもお腹が空くんだね。それでね、大衆、私ちょっと考えてみたんだけど、町に料理ができる場所があれば美味しくて、お腹に溜まるものができると思うんだ。ねえ、大衆、素材を料理できる方法何か思いつかない?もし何か思いついたら、調理器具と、収納箱を一つずつ置いて、料理専用の新しい部屋を作ってよ。はあ、なるほどね。料理部屋ね、料理用の焚き火をひらめいた。キレ台を作った、煮炊きできる焚き火、明かりクラフトかのスコア150ページ。
部屋を一から作ろう。2ブロック高さの壁で区間だ。で、今回設計図なしの部屋ということで、そうですね、ここに部屋を作りましょうか、じゃあ。違うよ。そこじゃないのよね。OK。ここに火を作ろう。火じゃねえや。ここに調理場を作りましょう。調理用の焚き火。OK。で、あとは収納箱が一つね。これでご飯を作る場所ができると。そういうわけですね。どこら辺に置く？ここら辺にしましょうか？やりにくい。OK！ ここだ。で、ここを、ここに置くと。焼ききのこ。いいね、焼ききのこ。OK！ 作ったぞ。明かりと扉ね。扉ね。はい、扉が必要なわけか。それはそうか。これじゃダメか。テヘペロリンチョ。扉を作りましょう。OK。ここで。OK。ここで壁か。焚き火の台所初めて作った。よし。これでいいでしょう。嬉しいか？嬉しいだろう。わあ、やった！料理ができる部屋を作ってくれたんだね。任せとけ。ここでなら美味しい料理が作れそうだよ、太一。どうもありがとう。私頑張って料理を作ってみるか、夜になったら収納箱の中覗いてみてね。クリスコンプリート、桃焼きの実。いいね。偉いね、この子。いい子だよ。いい奥さんになる。おっさん何やってんだ、お前。え？おっさん寝る気か？そこは俺と、この子の、ピリンちゃんの、ベッドなのに。畜生、そういうことか。俺がこいつのベッド作ってやんねえといけねえのか。このおっさんはな、あれだな。ちくしょう。やってくれて、おっさんのベッド作るの忘れたぜ。わらベッド一個。おっさんは外で寝てていいんじゃない？おっさん外で寝かせようかな、じゃあ。おっさんここでさ、寝てよ。OK。ああ！お前そこじゃないだろ？くそ、このじじいめ。なんと、もはや物を作る力で素晴らしいものだな。そうだ、大将、せっかく料理のための部屋が完成したことだ。我が輩のために何かうまい料理を作ってはくれぬか？何？自分の食事くらい自分で作れだと？ピリンには料理部屋を作ってやるのに、我が輩には料理の一つも作ってくれぬのか？情けないぞ、大地。ピリンちゃんはいいんだよ、可愛いから。おっさんはちょっとね、許容範囲外だから、ちょっと抵抗ありますね。キノコ料理を持ってこい。持ってきたぞ。おい、キノコ料理持ってきたじゃねえか。なんで、キノコ料理をうちから作れっつうの？ちょ、その前に寝ましょう。なんだよ、ピリンちゃん。部屋の条件を満たしてない。これじゃダメ、やっぱ。これじゃダメですよね。ね、このおっさんの部屋ができました。おっさんはもうこの狭い部屋で十分ですね。ここがオールドピリンちゃんのお部屋です。あのおっさんが入ってくるのはちょっとね、いけません。ダメですね。許されません。
ということでね、あのおっさんね、もうね、ちょっと、キノコを作れって言うからしょうがないから作ってあげるか。よし、作ったぞ。あ、三つね。そういうことか。三つか。そこ全然見てなかったわ。オッケー。オッケー、これでオッケー。いいでしょう。おー、隊長。キノコを使った料理を作ってくれたのだな。まったりとし、こってりとして、それでいて上品な素晴らしい香りだ。さあ、そのキノコ料理を我が輩に差し出すのだ。さあさあさあ。しょうがね。やるよ、キノコぐらい。よくやったぞ、隊長。任しとけ。うん。何？メルキドロクを直接読ませてほしいだと？この書は我が輩の宝物なのだ。そうやすやすと見せるわけにはいかん。それには大地、そもそもこの書は古代の文字で書かれておるゆえ、文字を失った我々にはそう簡単に読むことができんのだ。しかし、我が輩はこの町をさらに発展させる糸口をつかむためにも、必ずメルキドロクを読み解くつもりだ。解読が進めばお主にも伝える。楽しみに待つがよいぞ、ダハハ。そうそう、この焼きキノコだか、一つはお主の分だった。さあ食べるがよい。クエストコンプリート。焼きキノコ一個ゲッチ。わ、作ってるね、なんか。ん？なんだと？メルキドロクの解読は進んだかだと？なんとせっかちな。解読を進めると言ったのはついさっきではないか。そうだな、太一よ。そろそろ街を少し発展させてはくれぬか？街を大きくすることでビルダーとしても一回り成長するがよい。建物を作り、その中に作ったものを置くことで拠点レベルを上げることができます。床から2ブロック上までしかポイントにはなりませんから注意してくださいね。さあ、新しい建物や家具を自由に作って拠点レベルを一つ上げてみましょう。そうだ、大地。建物の中に置く新しいもの何か考えてはくれぬか。何を置く？何を置く？便所だな、便所。壺かい。拠点の中にある部屋に家具を置くとポイントが入り、キャンプゲージが上がる。どんどん家具を作って部屋を飾ろう。なるほどね。壺か。レシピ。作れるね。土と青い油か。とりあえず、ここを使わせてね。壺一個作った。壺をこの部屋に置くとしましょうか。部屋どんどん作ってく？部屋作ってっか。ベッドを作らせて。これで部屋が完成しますね。ガチャリンコ。空き部屋が完成した。任しとけって。レベルアップ！いいね、この音。トゥルルルルルトゥトゥ。レベル2にしたで、おっさん。おお、大事、物を作って町を発展させてくれたのだな。素晴らしいぞ、心なしかビルダーとしても成長したような気がするな。太一、あなたは魔物をいくら倒しても魔物と戦う者として成長することはありません。勇者じゃないからね。体力や攻撃力はあなたが見つけたものや作り上げたもので上げていくことでできるでしょう。物を作る力を持つあなたにとっては拠点を発展させ物を作り出すことこそが成長なのです。すまんがな、太一よ。メルキドロクの解読にはまだ時間かかりそうだ。どっしりと構えて、気長に今。なんだ？むむむむむ。なんだこの気配は。クエストコンプリート。なんだ？なんか変なのが来るのか？なんだ？どうしたおっさん？おっさんどうしたってんだ一体。なんか俺思ったね。ここ狭じゃね？狭いよねこれ。あり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 、壊しちゃった。オッケー。石の攻防が大きくなった。へえ、そういうこともあるのね。
あ、そういうこと。そうだよね。別に設計図通り、でも、設計図通りじゃないといけないみたいになんか言ってなかった？気のせい？それ。なんか設計図通りじゃないといけないよみたいなこと言われてた気がするんだけどさ。気のせいかな。まあ、広いに越したことはないですよね。やっぱみんな広い家が好きでしょ。俺も広い家好きだしね。おっさん、ちょっと邪魔だぜ。オッケー。いいね、広くなったね。最高かよ。いうか、大隊長、ただただ大変だ。なぜかはわからぬが、魔物どもがこの町を想像しているようなら、なんでそれを知っているんだ。何としてもこの町を守らねばならぬ。戦いに備えて準備を整えてくれ。我が輩もお主と共に戦うぞ。この町とピリオンを守り抜くのだ。彼の言う通りは、悪しき魔物たちがこの地に迫っているようですね。ここは新たなメルキドを作るための大切な拠点。魔物たちに破壊されるわけにはいきません。コンボや傷薬を用意して、竜王の配下の魔物たちを撃退するのです。さあ、戦う準備は良いですか？待ってくれ。なるほど、そういうことか。ちょっとじゃああれだな。コンボを大量に作っておく必要があるぞ。持ってるす、いやいや、そういうわけにはいかない。そういうわけにはいかない。何個作るとかそういうのはできないのこれ。まとめて作ってほしくはないんだけどさ。で、傷薬だね。まあ、4つぐらいあればいいでしょう。オッケー。さあ、戦いの準備はできたぜ、おっさん。おお、大丈夫。ただ大変だ。あ、ここは一緒なのね。オッケー。準備はできてる。これが初めての本格戦いです。最初、あなたの勝利を信じてますよ。戦っても経験値。おお、いいね。なになに？やばいやばいやばい。楽しいね。竜王軍バトル。骸骨軍団が歩いた。オッケー、任せとけ。ほら。うわ、強え、こいつ。ま、おっさん行くぞ。負けるな、おっさん。いいぞ、おっさん。おい、強えぞ、こいつ。強くねえか？ほら、ほら、クソ、ガードがねえぞ。盾がねえから、辛い。あれ、近づいてもダメなの、これ。あ、やばい、やばい、やられちゃう、やられちゃう、やられちゃう。危ねえ。おっさん、行くぞ。俺に任しとけ。俺が倒す。あ、やべ。コンボに死ねなかった。オッケー、倒した。すべてのモンスターを倒したぞ。よかった。バトルコンプリート。これ装備が弱いからダメだね。隊長、よくやりました。魔物たちから拠点を守り抜きましたね。これで希望の旗もより大きく輝きを増し、この地を照らしてくれるはずです。しかし、最地、竜王の配下の魔物たちにこの町の場所を知られてしまいました。なんだって。魔物たちは人間が団結し、勝つの力を保つことを恐れています。きっとこれからこの街を潰そうと、魔物たちが定期的に襲ってくるようになるでしょう。なんとしてでも魔物たちがこの街を守り抜き、いつかメルキドを支配する巨大な魔物を倒すのです。マジか。え、なんですって？そんなこと自分にできるのかわからない。役割とか責務とかやっぱりよくわからないですって？物を作るのは好きだが、誰かに作らされたり魔物とかあったりしたくないと。なんてやつなんだ、俺は。今はまだそうかもしれません。しかしあなたは人との出会いの中で気がつくでしょう。特別な力を持つ者には果たすべき役割があることを。太一、どうやらこの地での私の役割は終わったようです。ここからは仲間たちと協力してあなたが望む町を作り、メルキドの町を復活させてください。新しい地で再び会える日を楽しみにしています。すべては精霊の導きのままに。おー。青の石板手に入れた。なんだ青の石板って。素晴らしいぞ。やったね。はい。ということで、ちょっと時間が近づきましたので、この辺で一旦終わりにしたいと思います。なんか新しいやつ来た。ということで、皆さん今回はご視聴ありがとうございました。それでは次回もよろしくお願いいたします。グッバイ。